髪染めた響き。髪染めました。明るくなった。だいぶ明るいです。すごいね。え、本当だ。え、うん。色落ちたっしょ。うん。ね、全然ちょっと違うわ。普通に悔しい。これから美術館へ行きたいと思います。これ中はね、あれだよね、写真撮れないもんね、だってドラえもんがいっぱいいる。1,2,3,4,5 個体みんな違う。しかも何のやつこれ。楽しいねって書いてあるやつが奥にいる。アンキッパン書いてある。ほんまや。待って待って、熱っ熱ない。え、どっちだ。熱いか。しっかりやば。熱すぎて死ぬぞ。でも俺の髪の毛がいいわ、目立って。すごいすごいな。伸びてるし伸びてるし、靴下なんか履き心地悪い。嘘、慣れない。これからカフェ行きたいと思います。行きたいと思います。なんだっけ、名前なんだっけ。リトルダイニングコーヒー。あ、そうだ、リトルダイニングロースタリーコーヒーみたいな感じのところに。やっと行けるわ。ずっと行きたいと思ったらやっと行ける。焙煎してる機械があって、ね、あ、そうなの。すごい、そうそう、焙煎機械、コーヒー美味しいんですよ。響き御用達でしょ。うん、ホットドッグもうまい。あ、そうなの。お腹空いた。食べましょう。ただいまの時刻は12時半くらい。マジドッピー。 おすごい。なのでお昼兼カフェみたいな感じでちょっと今から行きたいと思うんです。暑いんですけど。ご来館ありがとうございます。あ、どうも。六本木タワーだっけ、六本木ヒルズか、があったにしても暑いんだが。やばいなこれ。今日何度あんのこれ。もう9月なんだけど。に言われたのに日焼け止め塗んなって。え、そうじゃん。あ、でも腕を俺今日も塗ってない。顔と首しか塗ってないです今日は。でもだってもう9月なのにさ、ね、こんな暑いって。まあ俺は嬉しいけど、夏好きだから。夏好きだから。でも暑すぎて死んじゃうよ。もう俺たまたまいい団体なだけ。あ、空いてる、ね、いいね。え、広っ。わーお、超大草原。わー、着いた。ほんとだ、すごい。アイスラテいただきます。うまっ。今日は暑いです。死ぬぞ。一生言えるわ。真夏より真夏感がすごいね。なんか俺今年の夏あんま暑いイメージないんだよね。確かに。いやいやいや、そんなことない。俺だけ多分街でそんなことねえよみたいな、怒られる。暑いよ。いい感じです。マジでうまそうやん。届きました。ありがとうございます。うわ、すごい。だる。特製バーガーにしました。 BLT です。 BLT って俺思ってたのと違ったわ。ハンバーガーなんだね。ビーコンレタスバーガー。いただきたいと思います。いただきます。すごい。どう、うまい。うまっ。うまっ。実は一昨日も会ってて、一昨日もハンバーガー食べて、ハンバーガー食べて、いただきます。うん、お、ジューシー、やば、えぐ、うん、え、おいしい、うまい。パンサクサクだわ。うま、ふわふわじゃなくてサクサクなの珍しくない。まあ、いいショットです。いいショットです。熱い。熱いです。熱い。死んでまうな。死んでまうわ。熱い。熱くて死んでまうわ。
暑すぎだ。ちょっと今日日が照ってますね。やばいです。しかもさ、今日全身黒だからさ、吸収すごいんだけど。靴下は青いです。あ、今日のコーディネートなんか待って、色すごいわ。やっぱり国立新美術館で購入した靴下でございます。今日はハーフパンツですか。はい、今日のコーデは、はい、こちら、あの去年、昨年購入したビーチビューティー&ユースで購入したタンタンの T シャツですね。はい、で、このベルトヘンダースキーマンのベルトで、はいはい、こちらはミスタージェントルマンで購入した。あ、やっぱそれなんだ。ハーフパンツでございます、はい、あ、で、あのこちらがちょっと新調したんですけどあの国立新美術館で購入しました。靴下です。はい、靴下です。なんと値段が3000円もする。3000円です。恋人っていう名前のものですね。はい、まあ靴はいつもの ね、まあ、ちょっと超えちゃってるんですけど、カルマソロジーさんの靴ですね。いいですね。はい、こんな感じです。ハーフパンツで、はい、今日は夏ですね。格好が今日の夏のすごい差がすごいです。あ、そうですね。なんかズボン暑いですね、とりあえず。もうなんかあれじゃん、普通にってあのリゾート行きたい今。リゾート通じゃん。ここ海だったらいいのにね。今水に行って寝転がって日焼けできるわ。今日も焼いていきます。今日も焼いていきます。アイスラテ美味しかった。やべ、絆創膏がダセえ。黒いやつ。じゃあ行きましょう。次の目的地へ行きますね。いいな、制服かわいいな。グリーンシャツかわいいね。なんだっけ、名前忘れた。ナイトロコールド。ナイトロコールラブルフのカフェに来ました。ニューヨークに来ました。いただきます。うん、美味しいわ。本当？あ、でも濃い。どうですか？うん、美味しいですか？くそうまい。くそ。揺れてる揺れてる揺れてる。美味しいですか？マジでうまい。グーが出ました。え、いいの？マジ。ちょっとだけじゃあいただきます。あ、持っていきなよ。いいよいいよ。重くね？うん。しかもチョコめっちゃ残るのよ。本当だ。ブラウニーじゃない。うま。これはチョコレートケーキだ。ケーキ。チョコレートケーキ。やっと休憩してるわ。いや、うまいわ。でも過ごしやすくなった、だいぶ、うん、ね。昼間めっちゃ暑かったけど、でもまだまだ全然。今日早く集まってくれたおかげでまだ4時です。もう4時か。もう時間経つの早いな。4時です。見えてる。だからうまい。夜ご飯を探したいんですけど、ね、どうしようって感じで。今日も寿司はやめとく。え、でもレンちゃんは途絶えた。まあ確かに寿司行ってもいいけど。一昨日で切れたから大丈夫。ちょっとゆっくりしていきます。休憩してご飯を探したいと思います。ここいいね。めっちゃいい。ってか天気よ。好きだわ。わあ、美味しそうです。いや、これやばいでしょ。ひびきのがすごい。温野菜じゃない、それ。そうです。めっちゃ美味しそう。せいろ蒸しです。僕は唐揚げにしました。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。これから夜カフェ行きたいと思います。行きます。ちょっと行ってみたかったんでね。気になってたところに行けて嬉しいです。カフェは行ったこと。カフェってなんだろうね。夜は何、バーなのか。そう、なんかバーなんだけど、なんかたしなめる程度ぐらいね。
いっぱい。今日は電車だからさ、飲めるし。いっぱいだけ飲もう。うお、明るい。ちょっと代々木の方なんで、頑張って歩いて消化しようか。そうだね。食べた分消化したいと思います。まあ、歩きましょう。でも今日結構歩いてるからさ。でも、だいたい歩くんでね。いつもね。俺のせいかな。大丈夫、今日スニーカーだから。ちゃんと歩いて、歩けるよ。俺のせいかわかんないけどね。今日は歩きなの。っていう感じで、ちょっと今から行きたいと思います。なんか、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。いやもう最高でしたね。美味しかった。めちゃくちゃもう充実しましたよ。黒もう本当に素敵な時間を過ごすことができました。今日は一日とても、あ、ここ明るい、とても充実したので、これから帰りたいと思います。ということで、本日も見ていただきありがとうございました。次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。